柏木さん。あ、お疲れ様です。彼氏いたんだね。あ、そうなんです。おめでとう。ありがとうございます。あ、いや、本当安心したよ。な、俺柏木さんのこと心配してて。あ、いや、心配っていうか変な人じゃないかなってちょっと思ってたんだけど、普通の女の子でよかったなっていうか。あ、はい。いや、もしかしたらパパ活とかしてるのかなとか。あ、よかった。